翔太啓太チャンネル。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2020年よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや一発目天気いいね。天気最高。最高。明けおめ。明けおめです。今日は？今日はですね、去年の年末に、僕車買いました。車買いまして、今日は皆さんに愛車紹介したいと思います。ケイタの愛車紹介。そう。アレクみたいにあんないい車紹介できない、ゲレンデみたいに紹介できないんですけど、ちょっと僕のお気に入りの車を紹介したいと思いますので、それがお付き合いください。これです。おお、これが僕の愛車です。これはなんていう車なの？これは一応ハイラックスサーフっていう、トヨタの車なんですけど、これ1990年の車で、おお、じゃあもう20年だから30年前の車。ちょっと内装とかも結構可愛いんで、すごいシンプルな車なんで、じゃあちょっと僕がカメラ変わってちょっと内装、内装じゃない中もちょっと紹介してもらおうかな。じゃあ助手席に乗っていいよ。いやちょっとまず運転席の方かな。まず、運転席ね。まずね、俺のお気に入りポイントはね、この色なの。色、これは何色？これはね、一応グリーンなんだけど、やっぱこう、今じゃ出せないこの色、ちょっとモスグリーンみたいな。でもそこまでなんか濃くない、ちょっと汚いけど。そう、じゃ早速、やっぱこういう黒とかなんか原稿の色は嫌で、あとこういうのとかもいちいち俺は好きなんで、ちょっと早速じゃあ中、早速、運転席はい見てください。あ、ごめんね。こんな感じです。ハンドルもステアも一応全部ノーマルで。あ、これ一応マニュアルなんですね。そう、マニュアルなんですよ。マニュアル仕様で。マニュアル仕様で。こんな感じ。そうです、そうです。ここに一応水平器とかついてんの？とか、そう、水平器と。これちょっと暗いな。うん、日がちょっと逆光になっちゃってるけど。あとサンルーフもついてるんですよ。サンルーフ、あー、いいですね。いいっすよ。で、後ろはこんな感じ。後ろはこんな感じで。これ5人乗り。5人乗りっすね。で、ハイラックスサーフっていうぐらいだから、やっぱ後ろもね。そうでね、これをまず窓が開くんですよ。窓が開くんですよ、後ろの。やっぱこれサーファー的にはやっぱボード、そうね、こっから突っ込めるんで、それはまあ便利だよね。開けなくていいしね。で、トランクはこういう開閉して、上から下になんだね。そう、なるほど。こういう感じです。ちょっと荷物積んでますけど、で、座ってこういう感じで波チェックできます。なるほど。はい、じゃあ次、中乗りましょう。乗ってみますか。ちょっとエンジンちょっとかけて。エンジンかけます。ちょっと待ってね。じゃあ早速エンジンかけてもらいましょうかね。エンジンかけますよ。こういうアングルにしようかな。じゃあ次は、はい、駐車場だからね。はい、大丈夫ですよ。じゃあちょっとエンジンを。エンジンかけるよ。はい、なんか昔の音が聞こえるから。こんな感じです。ちょっとじゃあ軽く2500回転ぐらいまでちょっと踏んでみてください。こんな感じなんですよ。いいっすね。ちょっとトラックみたいな。本当にね、トラックみたいな、2トントラックみたいな感じです。ね、音もなんかね。一応ディーゼル車なんで、こういうカッカッカっていう音、でもそれがなんかいいね、味がある感じがいい。そう、これが僕のお気に入りのポイントです。いいっすね。いいっすね。ディーゼルっていうところもお気に入りだね。はい、じゃあちょっと、あとどうしますか。なんかあります？紹介ポイント。紹介ポイントね、もう特にないんだ。もうない。特にないんだ。どれぐらい乗り積もりなの、この車は。この車はね、もう乗り潰そう。乗り潰せたらいいな。車検もだってまだまだあるわけでしょ。車検もちろんあるし、やっぱ30年前のなんで、これ50年前の車とか言いたいな。ああ、結構長く、なんか違う車もし買ってもこれ取っときたいな。なんかそうだね。なんかたまに乗りたくなりそうな。街乗りとは別にね。それがお気に入りです。じゃあちょっと、じゃあこの車見かけたらちょっとぜひ中覗いて、啓太が乗ってるか、みんな盗まないでください。よろしくお願いします。ちょっとチェックしてあげてください。お願いします。あとでじゃあドライブ動画も
はい、引き続き撮るんで、ちょっと俺にもその時運転させて。分かって、ね、頼む、まだ頼むよ、運転してないんだから。お願いします。元ドライバーの腕見せるんで、はい、よろしくお願いします。じゃあそれでは引き続きお楽しみください。ケイタの愛車紹介でした。はい、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。撮影頑張ります。いろんなところへ行っていろんなことをしたいと思います。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。